ウェーブサウンドデッカーイターとは、ヤマハによって開発、無料配布されている音声データ変換編集ツールである。WSD では、マイクロソフトウェーブ形式及び、Apple i p h 形式のオーディオファイルからキャリアが au、ソフトバンクモバイル、e モバイルの携帯電話用のスモーフファイルを作成できる。なお、 NTT ドコモから発売された携帯電話 iPhone、Android スマートフォン、Windows モバイル、Android ガラケー等には非対応である。ソフトウェア本体は英語だが、有志による日本語化パッチが存在する。WSD は2016年3月末をもってヤマハのサイトから削除されているため、有志によって違う手段でインストールするための新たな日本語化パッチが制作されている。 スモーフ MAX とはスモーフフォーマットの名称でヤマハが開発し AU やソフトバンクモバイル、E モバイルのヤマハ製の MA シリーズの音源チップが搭載された携帯電話などで使われる音声ファイルフォーマット。スモーフ MAX にはスモーフ MA-1 スモーフ MA-2 スモーフ MA-3 スモーフ MA-5 スモーフ MA-7 スモーフ、HV の6つがあり、詳細は以下のようになっている。WSD は、スモーフ、MA-2 スモーフ、MA-3 スモーフ、MA-5 スモーフ、MA-7 に対応している。ありがとうございます。